え、ゆうた、ゆうべ、しゅうご、かぶぎ、野球部は右手を上げてからじゃないと一発ギャグできないヤマト、そういうことです。今日は、うん、なん、今日は学歴、私事ではあるんですけども、はい、大学にね、復学させていただきました。1年間の休学が終わりました。ありがとうございます。やっぱりその大学ってものにね戻ってみて、あ、そういえばうち大学生がいますと。まあゆうまくん大学生ですよね。一応つい最近までガッツリ言ってたからね。ね、まあ普通リュックしょってね。で、まあ僕たち二人が大学生なわけです。で、ここが大学生じゃない、はい、もう大学生 vs 大学生じゃない。じゃあここを高卒と定義しましょうか。高卒 vs 学歴の対決企画を組んできましたと。おー、おもろそう。早速ね、ちょっと企画の前置きに入っていくんですけど、はい、皆さん秘密というものありますよね。秘密、おう、あの泥噛んでてる。いや、それ秘密です。あ、それまあまあまあ、あるというありますよね。ありますよね。はい、なんかすげー入ってっちゃう。マネージャーも含めてチームにオカマさんっていうのはどうなの？誰？オカマ。オカマであり、デブであり、親父であり、喫煙者であり。やばっ。ということで、はい、皆さんね、秘密がね、はい、まあ、多少なりともある。その秘密を今日は守っていただく企画になります。ということで、本日の企画、1000円以内で秘密聞き出してください。買収しろってこと？1000円で違います。たった1000円です。1000円渡すから秘密話してくれ。いや、話しませんと。じゃあその1000円で、例えばドン・キホーテに行きますと、その1000円は何ですかって思います。制限時間は1時間。今から買い出しに行って帰ってきて10分間のうちに秘密を聞き出すようなことをすると。で、秘密を所持してるのは1人ずつ。代表決める？じゃあこっちの代表はユーマ。お前ほんと横暴だわ。これでユーマの、ユーマの秘密いっぱいあるから。超人間だ。お前ほんとキショいな。お前出てこい。お前やれ。やだ、俺痛いのやだもん。出てこい。じゃあ俺痛いのやだ。どっち誰出すんだよ。あっちゃね。あぶぎだしかねえ。一番ぶぎだ。うちの秘密結社やね、これ。ほんと話し合ったの？話し合った。これからこれからですよ。ユーマ聞かしてよ、お前の声。ユーマがやりたくなったらやめてやろう。絶対やりたくない。オッケー。そうなんだ。出てきた。出てきた。あ、じゃあアブギリやりたくないって言ったら、これあれやれよ、どっちか。お前やる。俺ら信頼関係あるからやりたいと思ってる。絶対やりたい。やりたいの？だってそういうの好きなの。いいっすよ。うわ、こっちの方がリアルじゃん。やばい。いや、分かった。このね、高卒とか学歴ないやつってこういうの大体じゃんけんでしょ。そう、じゃんけん大得意。大丈夫。あ、そっちリーダーだしね。え、リーダー？立ってるから。しちゃってる。ほら、これほんと押し付けてるとかじゃないからね。小学力思い出すな。それ、班長やらせてるとかじゃないから。まあ、ヤマザンがいつも班長率先してます。率先してたタイプ。班長会議いつも言ってほしいから、ヤマザン。僕こっちチームのリーダーやるんで、うん、いいですか？お願いします。めっちゃ懐かしい。懐かしい。ユーマじゃない。ユーマほらほら、押し付けられてるやん、学歴高いやつ。あ、もうそうや。そう、班長。じゃあ押し付け班長でしょ。俺立候補班長。ユーマ俺やっている。それではやっていきましょう。はい、ということでね、チーム大学生ですけれども、まずはね、秘密を守る人を決めなきゃいけないと。何で決めますか？じゃんけんでいいじゃないですか。まあ一応平等ですからね。全然大学生っぽくないよ。いや、これテイク3です。これテイク3ですよ。英単語対決とかやったけど盛り上がらなすぎてじゃんけん対決やってますよ。イエーだよ。えぐ。あ、絶対勝てるんだけど。うわー、出たよ、あいつの戦車。えぐ、じゃんけん、はい。今日の撮影もほぼ何もやんなくていいやん。もう一回チャンスちょうだい。いやですよ。お願い。いやですよ。いいじゃん、もう一回やろうよ。3万ね。あ、3万にしてくれんの。よし、2ポイント。3万ね。2ポイント。3万ね。あ、俺も1だよ。一生はグー。うお、まあ絶対勝てると思った。最初はグー、うん、ぽい。はいね、絶対勝てると思った。ああ、なるほどね。最初はグー、じゃんけんぽい。はい。じゃんけんってマジで心理戦だから。俺じゃんけんマジ強いんだよね。いやいや、もう一回やる。いや、一応ユーマももう一回剣あげるよ。5万にする。じゃんけんぽい、あいこでしょい。じゃんけんぽい、あいこで、はい、よし、5回勝った。まあ、じゃんけん一発ぐらいだったら誰でも勝てますからね。一応ね、僕たちチーム大学生ということで、うん、やっぱ作戦が頭使わないと。これ、なるほど。高卒チームにこの頭で負けたら元も子もない、うん、はい、何のために大学4年間も行ってんのってなっちゃうから。物理的攻撃はなんか僕逃げだと思うんですよね。なるほど、確かに、はい、頭使えって感じの強いですもんね。はい、やっぱなんかこう精神的に追い込みたい。何がいいかな。まあ、匂いって誰でもきついものですから、うん、まあ、匂いでいきたいなと思うんですけど、どうでしょう。いいじゃないですか。物理的じゃなくていいですね。
とりあえず臭いものっていうのを調合しようで、めちゃ臭いやつ作ろう。作戦発表していい、うん、ストッキングあるでしょ、うん、あれに臭いエキスをめちゃくちゃ揉み込んでかぶせるっていうの。地獄やん。それはかぶるかかぶらないかで、かぶりたくないで入るかもしれないから、うん、今頭の中にあっちゃんがそれかぶってる姿想像ついた。あっちゃんなのかな。どうもー、それはまあ高卒と言われてるチームなんですけども、じゃあ麦君にじゃあ仕切ってもらおうか。うん、俺でいいですか、うん、3人の公平なやり方で決めて。代表者は代表者で、他2が相手への拷問を考える。考えたくねえな。俺、リコーはもう全然否定、絶対否定できないから。ちなみに、あいつらはまあ頭いいわけや。マジで痛いこととかしてこんぞ。で、あっちゃんこれ待機ってみ。かっけえから。マジクソ。最近かっけえな。マジクソだ。お前のアイデアはね、多分良くない気がする。頭あるから。だから、言ってみて。公平して、ビニール袋に溜める。出せるのあっちゃんはこの間の料理企画でも足を引っ張ってる映像が残ってて、ああいうことをやっちゃってるわけよ。ここで立候補みたいな、ここで出てくるのはエグいけどね。あ、そうだよ、うん、俺が考えて失敗するよりかは食らってた方がいい。あ、大丈夫、いや、ほんと大丈夫ですよ、これノリとかじゃない。あむぎ、食らいまーす。よし、じゃあ俺とゆうたが俺とゆうたが俺らがもし先行で与える側でさ、俺とひろがやりすぎてしまった場合、高校っちゅうのは無気になりやすい対決は。あ、作戦みたいなもの。俺ちょっと考えた、絵の具使って鼻にこうやってやってさ、ギュッてやるよっていう。あ、めっちゃいい。別にやんないのもね、秘密言うなら。こうとかにわさびブーッ。そうだね、そうだね、目から緑、なんとなく頭にはあるから行って考えようって感じじゃない。あ、ちょっとめんどくせえな、拷問考える側。だから結構めんどい役割だけども、ひろがやったら拷問はね、受けれないんだよね。ゆうたはなんか1位みたいになってるから、1位キャラめんどいべ。そういうのも今拷問受けちゃえばないんじゃね。1位キャラ俺言っとくから、俺の拷問受けそうなキャラのところ楽だから。来てみたら、じゃあちょっと俺受けようかな。うん、受けちゃえ。やっぱあっちゃんに押し付けたんか、見えたんだ。そう見えてる。だからヒューがやろうよって言ったけど、ヒューが拷問嫌だって。俺はね、マジ嫌だ、全然いい。だからね、こっちがすげえめんどくさくなってきた。ただ地球に洗濯バサミとか来たら、ちょっとね、ひどっちくん調子悪いから。じゃあユータ頼む。オッケー、俺がやるわ。俺はまだ譲ってねえけどな。そんな尺あるここに。頼んだ。いきまーしょ。まあでもあっちがあっちゃんなら、うん、こっちがユーマはなんか動画的に逃げてるから、うん、俺行くわ。おおおお、でこれでヒューマーとか出てきたら超面白いっす。はい、ということで、ね、大学生チームのね、本当に精鋭ないでよっつって1品目いきたいと思います。はい、女性もののね、これストッキングですね。次ね、これ納豆。次タバスコです。4品目サンマのかば焼き。最後お酢となっております。じゃあね、大学生チームなんで、やっぱり頭を使っていかないといけないということでね、ここからキッチンへ移りまして、武器、いや兵器を作っていこう。ユーマ、リーサルウェポン。リーサルウェポン、どういう意味？リーガルマンモスですか。そりゃ青学を知るわな。それでは始めよう。まあ、僕たちの作戦といたしましたね、このストッキングに臭いと言われる匂いのものをひたすら混ぜて浸して、それを乾かすと。これをベースにね、まずこうやってこの中で揉み込むみたいな。はい、ヒッキッキーのキー、よいしょ。結構使うんだね、ユーマ。使いすぎじゃない？まあ仕方ないですよ。そうやね、混ざりを作ってるわけだからね。それだから臭いの混ぜていくの。あんまのかばやきをこれ食品をね、冒涜することになったらまずいんで、汁だけ使わせていただこう。ゆうたこういう油系大っ嫌い。これ後で食べます。混ぜて。そうやね、普通に食べれるもんな。あっちゃんが100回混ぜるとか言って一生混ぜてたら豆なくなって、白いネバネバだけになって先生にクソ怒られて、キウイ食わされてアレルギーで吐いてた。絶対嘘だ。ホントだよ、マジで。マジで吐いた。ほら、まあ、マザイだよ。いや、マジでマザイだな。まあ、これは後で食べるということで、まあ、最後に入れば大丈夫。いや、これはやばい。これ俺らサイコパスじゃねえやろ。ちょっと、そちょっと、マジで大学生みたいこの感じ。一応ね、一応ね、チーム大学生だから。うわー、これ、あっ、緑色の液体出てきた。マジ臭くね。マジ臭くね。スーンってくる。そうだ、やばい。飲んでいいんじゃないですか。まあまあまあ、いいでしょう。まあこれも同様、手で絞っていただいて。これは別に匂い、匂いですね。匂いやばい、匂いやばい。今だもん、これ乾きいくだけども。あーつっ、いくよ。はい、もう終わった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 。
ちょっと湿ってるかどうかだけチェックするわ。はい。世界一臭い。今まで嗅いできた中で一番臭いよこれ。うん、うわすごい。パーク速度が倍になる。はい、ということで麻酔が完成したということで、僕たちの作戦といたしましては、これをね、被らせることが目的じゃないと。目的はね、秘密を寄せることなんでね、もうこの匂いを嗅いだらこれを被りたくないと。これを被るぐらいだったら秘密を言う方がマシだって思ってもらえれば僕たちの勝利ということで。そうです。それではね、いきます。せーの、アチョウ。はい、はい、ということで僕たちの秘密聞き出し道具、はい、これ紹介していくよ。イエーイ。まず、うん、一番強力な武器、うん、ドンキ。シンプルに使った。あ、いったよ。結構エグいよ音がね。はい、納豆とニンニク、うんこ、うん、臭くします、うん、スライム的な、うん、これを臭くします、うん、で、この風船、うん、これを臭くします。エナジードリンク、これを臭くします。で、ミミセン、これを臭くします。目隠し。まあ今紹介した臭くするグッズと、うん、まあぶん殴るものなんですけど、うん、まあこれらで味覚、うん、嗅覚、うん、でまあ嗅覚も途中で臭いやつを鼻に突っ込んだりして、うん、まあとにかく4位と暴力、うん、打撃、うん、でまあやってやろうかなって。イエス。オッケー。うん、仕置きのカットへ、うん、飛ぼう。せーの。はい、ということで、お疲れ様でした。お疲れ様でした。まずこれもう順番決めですね。それぞれのチームの秘密受け人を発表していきたいと思います。はい、僕のチームは僕です。おぉ、いやー、言ったね。じゃあ、いや、あれ噛んだ。アメギリチームは、ゆうたくんということで。ごめん。完成した。人気ないやつら体も張らないよ。上昇する気持ち全くないです。もう全然ない。じゃあ一応ね、ジャンギンの俺がユーマに勝ったんだけど、これで相手がアフギン出てきてこっちがユーマを出したらただのいじめ動画になるから俺行くわ。僕も同じ心で。本当に本当に。まあいや、じゃあジャンギン行くよ。最初はグー、じゃんけんぽい、あいこでしょい。はい、ちょちょちょ、他者がやるスピードじゃん。最初はグー、じゃんけんぽい、勝てや。絶対グーなんだよ。じゃんけんに勝って僕たちが先に受けます。おー、先に。じゃあまず僕が守る秘密から言った方がいいかな、うん、僕が守る秘密は付き合った人の人数と経験人数の差です。おー、付き合ってもそういうことしないパターンもあるからね。10分間耐えきれば俺はこれやらって言った、うん、よーいスタート。はい、じゃあまずサングラス取ろう。うん、取ろう。怖い。準備準備準備。低めつけよう。何よし。はい、耳栓もつけよう。怖い。大丈夫、マジで拷問だ。これで流し込め。ダメです。ダメです。ダメです。映像使えないです。ギブギブギブ。おお、ダメよ。いや、ギブもさ、まだエース出てないんで。エース出てない。じゃあまだ耐えさせて。あ、いいよ。来いや。暴れたら。やばい、ちょっとギブ用意したか。OK。どうするじゃん。うわぁ、パーフェクト。パーフェクト。じゃあ、目隠しから外して。目隠しから外して。あー
失礼。やばい。じゃあ最後ここで呼吸してもらおう。これラスト？寂しい。どうやっての？あれ死んだ？あ、あ、あ、おお、おお、食べちゃった。でも、もう亡き者にしよう。じゃあマジやん。あ、超臭かったわ。いやでもクリアでしょ。クリア。マジでマジですごい。敵としてこれすごい尊敬。マジ頑張った。だよマジですごい。ちょっと座って。一応整理してもらって攻撃を。まず第一攻撃ユータとか僕がやったドンツですね。マジここ奪われるってことだった。まあそうそうそう。目と耳パニックを起こそう。でヤマト君とユウマ君来る前にタバコを僕バカすって言いました。でずっとコーヒー飲んでました。勢いよく。いつもユウマ君普通にやってる。あそう普通にやってる。いつもユウマ普通にやってることは威力がして勢いある。入ってくれ。ニンニクみたいな匂いした。マジ臭かった。ニンニク納豆生姜。最後、スライムみたいのに、うんこ。ドンキお手製のうんこパウダーみたいな。あ、なるほど。あれ、うんこスライムで売ってんのかと思って、ドンキ、土地狂ってんなと思って。これ使われるか分かんないけど、俺ガチゲボ入ってるから。ガチゲボ。なめなめ。なめなめ。おおおおおでもなんか、久しぶりにこういう曲やったな。ね、ガチだったな。あー、よかった。じゃあまた、次の動画で。はい、バイビー。よし、終わりだ。はい、ということで僕やります。ゆうたくんの番、僕たち大学生チーム、まあ、兵器はちょっとギリギリでもしまっとくということで、ゆうたくん、秘密の方を。俺考えたんだけど、はい、あんま思い浮かばねえと。ただ、ヤマトくんと一緒で。マジリアルに知らなくない？知らない。俺らも知らなかったでしょ。うん、知らない。じゃあ行くか。ガチで何やるかさ、相談しなかったよ。かぶった上位交換行かさせていただきました。ゆうまくん持ってきて。よーい、スタート。はい、どうも。僕たちはね、別に焦らせることもしないし、落ち着いていきましょう。お話するじゃん。はい、マザイから。いや、なんだこれ。はい、こちらですね。これがマザイです。このストッキングをヨガでユータくんに被っていただくんです。かぶらないよ。かぶります。はい、いや、まあ一応何を混ぜたかっていうのはね、言わないけど、まあ匂いだけパッと嗅げる。パッと。うん。大丈夫。うん。いやいや、本当に出てきて、すっごい大丈夫か。はい、まあ一応これなんですけど、はい、じゃあユーマくん、かぶってください。え、なんでかぶんの？はい、じゃあユーマくん、かぶってください。いや、音が聞いてないんだ。えくそ。いやいやいや、いいよ、じゃあかぶるのスタイルキャップするやつっていいよ。俺がかぶってせよかったらお前言えよ。本当に本当にかぶんの？お前知らねえ、お前言えよ。いや、じゃあ2分耐えて。これ以上の資格はないの？お前そうそうそう、ごめんやん。いや違う、お前らさ、何のために大学行ってるんすか？じゃあ、はいはいはい、作る工程がエグかった、これ。何したの？すげえ時間かかったみたいな。まあ、それは後で V 見てよ。クマ、うわ、あー、クマ、来た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 。素が強いわ。クールキャラ、クールキャラ言われましても、俺 YouTube やってるから。右ね、右ね。言えた、道もない。時間関係ない。かぶって2分かな。あんま舐めんなよ、視聴者もおめえも。じゃあかぶれ。かぶってやるよ。おめえらマジで調子乗ってっからだよ。言えた、赤い方行くなよ。くっさ。くっさ。お前結構やったな、覚えておくか、マジで。うわ、いった。あ、ちょっと待って。待って、キャッチしてる。待って、すっげえわ。キャッチしてるやん。さ、キャッチしてん、今からそこって入れんの？入れる入れる、だってビーター入ってるところ。あ、入ってた、入ってた。あ、いい、入ってる、入ってる。よーい、うわ、これはすごい。いってる、いってる。いや、服についちゃう、服についちゃう。ということで、ゆうたくん、無事秘密所持です。うわぁ、すごい。僕は言えばいいんですか？プラス3です。
ゲップってお前ゲップで対応しちゃいけない人の。しちゃったよね。まあまあまあ別に。ワンチャンしちゃったお前。イケメンが、そうイケメンなら好きなもんやで、イケメンにしちゃうな。ほんとそうだよ。清掃もんやで。清掃イケメンでこいで、これ。デコ関係ないよ、セイさん。付き合った人数が60人とかかもしんない。全然やってないかもしれない。もしかしたら。やばい。僕はもう、マイナス1。そうそうそう。だからまあ、付き合ってもそういう声に至らなかった人数、まあ多いってことだよね。まあ中高の高校の頃も入る。理由とか。うわ、危ねえ。言って落ちる未来見えた。言うたら俺がシャンプーしてる。あ、臭い。あ、臭い。あ、じゃあ一応帰りに行ってみよう。鍵なの。おー、ははー。